どうもこんにちは、サイクルショップ中小屋のケイタです。今回なんですけど、こういうチラシも作ったんですけど、サイクルショップ中小屋の自転車大試乗会というイベントの方をすることになりました。日時なんですけど、2022年今年の10月16日日曜日、時間は10時から17時、神戸市民広場、ポートアイランドにある市民広場という場所ですることになりました。で、自転車大試乗会っていうことで、何をするのかっていうと、自転車でも、折りたたみ自転車、ミニベロ、まあ、小径車ですね。それと、e バイク、電動アシスト車、こちらの試乗会。で、一部子供車とかも持ってくるので、もし可能であればご家族で来ていただいても、まあ、ちょっと楽しめたり、体験できるかなと思います。で、せっかくこういうイベントをするので、まあここで自転車の販売、すぐに、じゃあ、そこでお渡しとかはできないんですけど、ここで例えばご制約いただくと、おそらくほとんどのメーカーがちょっとした特典をつけてくれたりすると思うので、まあ今考えてちょっと自転車悩まれてる人とか、まあ、買うきっかけにしていただけたらいいかなと思います。で、あとそれ以外も、まあ自転車せっかく試乗して、しに来てくださるので、せっかくそうやって箸運んでいただいたら、試乗をすると、ちょっとくじ引きが引けて、何か景品が当たるとかもできたらなと思います。だからそういうのもあるので、ぜひお越しください。で、まあ、いろんなブランドが来るんですけど、一応今のところ決まってるブランドなんですけど、まず、バーディっていうのは折りたたみ自転車の、ブランドになります。まあちょっと高級なメーカーなんですけど、僕も実際に乗っててすごく乗りやすい、クッション性があるんで距離もある程度走れる乗りやすい自転車になります。それとキャリーミー、これはすごくタイヤのちっちゃい8インチの、タイヤがついてるんですけど、折りたたみでもう本当に A4 用紙ぐらいで置けるサイズの自転車ですね。が、自転車が、キャリーミー、それと次にダホンって言ったら、もう折りたたみ自転車ちょっと調べた人やったらすごくよく知られてると思うんですけど、20インチとかが中心の折りたたみ自転車メーカーさんになります。で、ターンもダホンの姉妹会社なんですけど、ターンの方はそれこそ、e バイクもやってますし、折りたたまない、その先ほど言ったミニベロっていう小径車もやってますし、クロスバイクもやってます。そのターン、それと、タイレルって言ったら、ちょっとね、タイレルの方が、まあ営業さんとか会社の方は来れないんですけど、結構、会社と規模自体はそこまで大きくないんですけど、すごくこだわりの強い、走行性のある折りたたみ自転車、ミニベロを作ってる会社になります。こちらの自転車も、それはもううちが持っていくので、実際に乗っていただくのは乗っていただけます。あとはライトウェイっていうのは、まあマウンテンバイクとかの、マウンテンバイクの GT とか、ロードバイクのフェルトとかもやってる会社なんですけど、パーツもよく扱ってますし、また最近ライトウェイのオリジナル自転車もあって、それが結構小径車もあるし、あと子供車、キッズバイクにもすごく力入れられてて、おすすめです。で、次、KHS。KHS も、20インチ中心の折りたたみ自転車が多いブランドかなと思います。まあ、小径車、ミニベロもやってるんですけど、どっちかって言ったら、まあ有名なのはブルーフォンハンドルの自転車が有名ですね。まあこう突き出したようなハンドルのが有名なブランドであります。それとデイトナは、折りたたみの e バイク、まあミニベロの e バイク、クロスバイクの e バイクもやってるんですけど、例えばちょっと街中走っててもおしゃれなように、一つの特徴としては電池がレザー調のバックに入ったような感じになってておしゃれないいバイクになります。で、次に、カラクル。カラクルっていうのも前、まあ動画もそういうの撮ったことあるんですけど、カーボンの折りたたみ自転車、フルカーボンの折りたたみ自転車を販売してしてたりとか、あと、世界最小の20インチの自転車も販売してて、こちらも乗り心地すごいです。これも視聴者あるので、ぜひ来てください。で、あとはストライダー。ストライダーは最近扱い出したんですけど、まあストライダーっていう名前ちょっとややこしいですけど、大人用の、折りたたみ自転車になります。ちょっとね、こういうトライアングル型の、折りたたみ自転車で特徴があって、ストライダーも結構、乗ってる方も多いと思います。
またこちらの方も実写で視聴もできるんで来てください。で、ESR。ESR っていうのは、20インチの折りたたみ自転車で、最近うちでもすごく売れてます。価格帯的に結構抑えてくれてるのに、ディスクブレーキバージョンもあるので、選ばれる方は結構多いですね。あと、自転車メーカーではないんですが、PR インターナショナルっていうところも来てくださって、ここ何かっていうと、自転車に取り付ける力線カールっていうバッグをうち、前もそれだけの動画撮ったんですけど、自転車を買うときに荷物をやっぱり積みたいからっていうんで選ばれる方すごく多いです。そこのブランドさんも来られます。で、あとは、チークリーっていうね、うちの店と結構やり取りをしてくださってる神戸市の北区にあるお店さん、そこも来てくれるんですけど、そこが何かっていうと自転車のリペアっていうんですかね、傷が入った時の補修とかもしてるし、あとは海外から取り寄せて、サイクルジャージとかの販売もしてます。だから当日ちょっと販売とかはできないんですけど、そこでもまたご制約していただくと何かちょっと特典とかはあるかもしれないです。で、あとは、すいません、今、ライトウェイというメーカーの時に言ったらよかったんですけど、そこがやってる、バーレーという子供を乗せであったりとか荷物を乗せるトレーラーを販売してるメーカーなんですけど、そこのトレーラーがめちゃくちゃ引っ張っても抵抗ないんで、自転車で引っ張っても抵抗ないので便利なんですよ。だからそれも実際にお子さんいる方に子供さん乗せていただいて、引っ張ったらどんな感じかとかも体験してもらえると思うので、ぜひそれも興味のある方は試していただけたらと思います。まあそんな感じで、まだ他にもメーカーさん来るかもしれないんですけど、今決まってるだけで、こんだけは決まってるので、また増えるかもしれないんで、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。まあ、あとね、願い事というか、ちょっとしたことなんですけど、試乗される方は申し訳ないですけど、身分証明書だけ、ご提示いただくとは思うので、その辺だけはご協力よろしくお願いします。で、まあ、ちょっとね、この動画ではちょっとわかりにくいとこあるかもしれないんで、わかりにくいとこがあれば、またメールとか電話で、サイクルショップ中小屋に問い合わせてもらったらいいかなと思います。で、一応、メインでこのイベントするのは10月16日なんですけど、まあ一部メーカーさんは、10月15日の土曜日もこの店の前で試乗会をしてくれるということなんで、まあどうしても16日が忙しくてっていう方は、15日にの店の方を覗いていただいたらありがたいです。よろしくお願いします。